さてこれがもう優勝争い最終組で、先ほど日本の組とですね、その間に実はもう一組ありまして、はい、チェコ、スロバキア、ハンガリー、アメリカ、中国と、これ4チームがもうすでに演技終わっておりまして、したがって総合トータルが出て日本の順位が塚原さん確定しました。あ、そうですか、はい、よかったですね。じゃあこれはもう塚原さんにもおめでとうございますと言いたいと思います。さてユルチェンコの段違い平行棒です。トカチョフからデルチェフですね。これは中段にも連続ですね。すごい連続技が出ました。この体の張りは素晴らしいですね。あ、強いですね。一回ひねりですね、はい、最後は一回ひねり。ちょっと残念なのはね、折りが一回ひねり B 技なんですよ。あ、なるほどね。で車輪から行きましたからね、格上げで C 技になるんですけども、はい、ちょっと最後がね物足りないかなっていう感じがしますね、はい、ただ入りの部分から見ますとね、ここから宙返りの D 技の連続は素晴らしいですね、はい、高いですね。あ、スケールが大きいですね。ここから出るチェフですね、はい、まあ、一つだけでも宙返り大変なんですからね、やはり二つつなげるのはもう非常に難しいですね。前回のブダペストでの世界選手権を制覇した世界チャンピオンです、ユルチェンコ。車輪から一回ひねりですね、はい、もう微動だにしません。ユルチェンコまだ得点が出ておりませんが、まあ、折りの評価がどれくらいの点数になるでしょうかね、はい、まあ、この人はソビエトの6人の中では20歳と20歳で一番年長者になりましたね。風格があります。非常に不安が多いんですよね。あ、本当ですね、はい、特にいわゆる体操をよく知っているファンから、あるいは関係者からの指示がもう圧倒的ですね、はい、やはりエレガントですからね、まあ、今年はユニバーシアードにも出まして見事な優勝を飾りましたユルチェンコ。ユニバーシアードは従ってこの人は2連覇ですね。あ、9.950 が出ました。9.950 です。高い点数が出ましたね、はい、高い得点が出ましたユルチェンコ。